はい、皆様お久しぶりですね。約3ヶ月ぶりぐらいでしょうか。フィッシングルームキーズの星文でございます。いやー、まあ3ヶ月ぶりということで動画をアップできてんのかな。そうですね、端的にね、この3ヶ月間動画を上げてなかった理由というのはですね、別に全く釣りをしてなかったわけではないんですよね。まあ単純に釣れてなかったので動画にできなかったということでございます。で、8月の今日は1週目で、今日から僕3連休のなので今日初日です。なんとかね、その3連休釣りをしまくり、なんとか1本の動画にねしようと思ってます。まあちょっとねダラダラした動画になってしまうかもしれないですけどね、最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは頑張っていきますので、ね、なんとかね応援よろしくお願いします。頑張っていきましょう。3ヶ月もの間苦渋をガブ飲みしてきた年踏み、釣れない状況が長く続いてしまい、釣りに行く回数も激減。一時は釣りをやめようかと悩んだ時期もありました。そんな現状を打開すべく、この3連休はなんとか結果を出そうと大移動も覚悟で釣りに挑むことにしたのだ。正直やりますけど、シーバスロットを使ってます。これアブガルシアのソルティステージシーバスですね、プロトタイプ使ってます。でリールが18のステラですね、 4000XG PE が 1.5 号ですね。でリーダーがデュエルさんの魚に見えないピンクフロロ20ポンドつけてます、今日はね。でスナップにこうね、ファーストスナップっていうのを使ってます。じゃあ行ってみましょうか、ルアーつけてね。じゃあまず1投目に使うルアーはまだ暗いんでね、グローを使いたいので、無名クラフトさんの無限で行きましたね。 38g 行きましょうか。ちょっと分かりにくいですけど、グローですね。やっていきましょう。とりあえず今のところ周り人誰もいないので、まあ広い範囲を止めようかと思います。ロットもね今日初めて使うので、購入して1週間ぐらい経ちましたけど、やっと使う出番が来たので使っていきたいと思います。でロットの硬さは MMH ですけどね、シーバスロットなんでちょっとね柔らかめになっております。なかなかね昭和ジギロットでやると結構重たいのでね、シーバスロット選びました今回は。ちょっと行ってみましょう、軽くね。ああ軽いわ、いいわ、軽さがやっぱちょっとね、なんか去年と比べてちょっとだいぶ年老いたですかね、わかんないけど、ちょっとね重くて昭和ジギロットが。でちょっとシーバスロットにしようかなっていう感じで今シーバスロット使ってます。でマックスね、これ 60g 投げれるんで、シーバスロットの中でもねちょっと強めというか、赤目だとか大ニベだとかね、その辺を狙えるようなモデルになっているので、ちょっと強めにってます。10フィートよかったです、なんかいましたね。よいしょーと、ちっちゃ、あれもっと引いてると思った。まあサバですよね、サーバーですね。ちっちゃかった、なんか結構引いたからもうちょっと大きいかと思ったらサバですね。とりあえず1匹目です、まあ、20センチ強だけど逃がしましょう。これは次赤金行ってみましょうかな。赤金使ってます。これも無名クラフトの、これが無謀ですね、無謀です。 40g よいしょ、サバか。 OKOK ありがとう。ルアーを買います。
はい、これも無名クラフトの、これは無造ですね。無造を使いましょう。これフルアルミですね。ありがてえす。本当にありがたい。もう全工程サバ。はい、サバ。はい、はい、サバ。じゃあ次無謀のクリキンってみましょうか。ちょっと濁りあるので距離出して。ああ、これ飛ぶもんな。やっぱ飛距離出るのでね、これはね。まあライトショアジッキングにはとってもぴったりな感じがします。向いてる。まあもちろんね、あの、おっしゃー、おわ、おお、これちょっと走りますよ。よいしょっと、うぐいかな。いや、うぐいじゃ、うぐいだな、うぐいだな。よいしょ、よいしょ、しっかり口使ったな。しっかり口使ったうぐいだった。あ、しかもちょっといいサイズね。写真撮ろっか。よっしゃ、うぐいでした。ちょっとでかいな。ちょっとでかいな、これね。50ぐらいありそうですね。50センチうぐい、ちょっと口で取りました。ちゃんと口でかけました。あの、失礼じゃないです。はい、ありがとう。これがこの3連休の最大サイズになるかもしれんからな。疲れちゃった。大丈夫？よし、はいはい、ありがとう。よし、大丈夫ね。よし、よし、はい、OK。いっか、この辺でいっか。ちょっともう6時だけ、まだ6時だけど、まあ肩慣らしにはちょうどいいでしょう。ロットも試せたんで、まあよしとしましょう。じゃあまた明日明後日頑張りますか。よし、ではまた明日ですね。じゃあ頑張りましょう、引き続き。よし、こんな感じで1日目は早めに終了。2日目はお気に入りの地、シャコタン半島へ遠征することにしました。シャコタン半島までおおよそ170キロ。朝まずめを目指して早めに就寝したのだ。さて、2日目ですね。3連休の2日目。昨日は朝チラッとやって、まあ楽しかったのでね、魚釣れて。まあ今日はその勢いをそのままに。なんかね、ちょっとね、いいサイズの魚を釣れたらいいなと思っております。よし、今は3時50分を過ぎたところですよ。まだちょっと暗いので、ちょっとそこを狙いつつ、青物じゃなくてね、そこを狙いつつ、ちょっと遊んでみましょうか。メタルジグで。場所変わろうかな。ちょっとまあ一回眠いしな。眠いし、あまりにも無だからな。ちょっと動いて鳥を見ながらみたいな感じにしましょうか。じゃあ移動します。はい、場所を変えて第2ラウンドというところですが、まあここはね、他のアングラーさんいっぱいいますけども、まあ暇そうですね。まあ暇そうです。この日は全く手応えなし。同じポイントで続けるモチベーションはなくなってしまったので、事前に情報提供があった石狩方面に行ってみることにしたのだ。到着してみると、想像以上の高波と濁り、これでは釣りにならないので、またシャコタン方面へ引き返すことにしたのだ。
シャコタン方面に戻り、温泉で汗を流すと、やる気まですっきり洗い流してしまい、帰宅したい気分に。もう、帰宅しようと車を走らせたところに、一本の DM が入りました。道南方面の磯で、青物やヒラメがコンスタントに釣れているとのこと。現在地から道南のポイントまでは、軽く200キロ超え。かなり悩みましたが、このままではあまりにも情けないので、覚悟を決めて大移動することに決めたのだ。本当に行かれたやつなのだ。みたいな大移動してしまいましたね。で、帰りこっから自宅だと、まあ大体同じぐらいですかね。200キロないぐらいだと思うので、もしかしたら1000キロぐらい移動してるかもしれないですけど、まあ魚釣りダメですからね。ちょっと頑張ってみましょう。改めて今日の目標は、そうですね、40センチ以上、50センチ前後の青物ですね。ブリ系、まあブリ系ってのはブリでしょうけどね、稲田以上が目標ですかね。そしてでもサブミッションというかあれですけど、セカンドミッション、いやサブミッションか。あとね、もう2日もね家開けてるので、まあ家にね魚を持って帰ると、それが目標ですかね。最近ねもうね釣り行って帰ってくるとね、あれしか言わないですね。あれだけ魚はわーじゃなくて、あれって言われて、うっせーなみたいな感じなんで、とりあえず魚を持って帰って、今日は釣ってきたぞというのがね目標ですかね。頑張りましょう。なんとかね一匹見たいですね。さあ行くぞ。もうやめようかな。全く何もないです。反応もないし、レイトッケもないし、はあ、疲れちゃった。こっちの方がもしかしていいか、これ。なんかこっちの方が意外と良さそうやな。意外と良さそうやな。深いな。え、来た。おい、おお、一発だ。しかも引くし。おお、一発や。あ、ヒラメだ。よいしょ、ヒラメや。あ、ヒラメだ。一発。ヒラメだ。マジか。ナイスヒラメ。顔かっこいい。おいしょ、ヒラメ。あー、いやー、もうでもとりあえず目標青物なんでね、ちょっと青物出るまでちょっと頑張りたいくなりました。本当にあの感情の起伏がちょっとあれですけど、そうそう、ちょっと頑張りますか。チェイスあるわ。全然チェイスあるわ。青物いますね。チェイスあったあったあった。そんな大きくないけど、チェイスありますね。あったあった。よし、ちょっとさらにちょっとシルエットちっちゃくしますか。ジャクソンの G コントロール。これも青物。リールはなんで。あそこナブラ打ってんな。あそこナブラ打ってる。真正面。違うかな。ナブラではないけど。もじったように見えた。今、それは落ちたこと。
ほら。ほら、これは青物ですね。大きくないかもしれないけど。おお。どっからあげようかな。おお。おお、やばいやばいやばい。どこ行った。どこか。おお。どこだ、手前か、奥か。手前か。目の奥か。引き剥がされた。あ、違う、ダメ。青いっすね。引き抜けないからちょっと動けしますよ。よしよしよし。証拠か違うか、違うか。よいしょよいしょ。あ、しかもちょっといいサイズです。よいしょ、赤くかな。よいしょ、やったやった。で、Gコントロール。よいしょよいしょよいしょ。はい。よかったよかったよ。いや、ちょっともじったんでね、あると思ったんですよね。これはちょっといいサイズじゃない。あー、よかった。マジで粘ってよかった。よいしょ、稲田サイズありますね、これは。確実ありますね。これ、ヒラマサちゃう？焼肉黄色くない？そんなことない？あ、ちょっとね、ずれちゃったんですよね、あそこね。よし、Gコントロールで、55でいいですかね。ちょっと、こっち、ちょっとあれなんで。55です。よかった、これ。ゆっくりで合ってますよ。ゆっくりというか。今まで大丈夫ですか。よっしゃ、よかった、報われました。さて、でももう8時過ぎたところで反応なくなってしまったので、ここで終わりにしましょうかね。車までも結構歩くしね、歩くし、そこから車乗ってから自宅まで4時間強で、多分途中で眠くなって寝るので、多分ね、6、7時間かけて帰ることになると思うのでね、この辺で終わりにしましょう。いや、本当に釣り続けてよかったっすわ。結構もうね、本当に冗談抜きでちょっと落ち込んでて、ルアーもね、結構150個ぐらいのうちのね、100個ぐらい処分したりとか、いろいろやって整理してたんでね、とりあえずまだまだ頑張れそうです。というわけで、今回も最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。またね、次も動画作れるようにキャストね、続けたいと思いますんでね、またお付き合いください。では、それではね、また次の動画でお会いしましょう。フィッシングルームティーズのとしふみでした。今回はちょっと頑張りました。よし、というわけでね、いい思いさせてもらったんで、ちょっとね、このね、なんか吸い殻いっぱい落ちてるんで、これだけ拾って帰りましょうか。僕のじゃないですよ、僕タバコ吸わないからね。これこれ、あそこになんか糸くず落ちてた。あ、取れた。これひどいな。せっかくいい釣り場なんで、魚も釣れるし、いいとこなんでね、釣り場をきれいにしましょう。もう捨てる人はもうどうやっても捨てるから、もう、まあ、別に嬉しくはないけど、拾える人が拾っていきましょう。それしかないかな。なんとも変な締めになっちゃうな。今回は拾いますけど、次は、まあ、次も拾うけど。せっかくね、素晴らしいところだから、きれいにね、維持しましょう、釣り場をね。釣り禁止になるとか禁止にならないとか、そういう問題じゃなくて、
ゴミを拾って綺麗にしましょう。着ないのが一番だけどね。はあ、海に感謝ですね、本当に。高評価よろしくお願いします。